県祭は華道の流派の一つ、池坊が華道の上達を願うとともに日々の感謝を込めて毎年、神前に池け花を奉納しているものです。80回目の節目を迎えた今回は白い装束に身を包んだ華道家元池坊青年部代表の池坊泉州さんが三周年の能舞台で池坊で最上位の色とされる 白い桃の花を生けましたおごそかな空気の中千秋さんが常若に通じる青竹の牡蠣に花を生ける様子を訪れた池の坊の会員や参拝客らが静かに見守っていましたまたきょうは中部三県の支部の会員が生けた作品21点も展示され訪れた人たちの目を楽しませていました